ようこそ日本にお越しくださいました。楽しんでますか日本は。もう一度皆さんに、こんにちは。このくらいの時間はこんばんはもいいですよって言ってください。こんばんは。こんばんは。日本の生活はエンジョイしてますか？Really good. It's always really polite people and it's always fun to be here. とても楽しんでいます。本当にあの親切な方々ばかりで本当に楽しんでいます。あのずっと私実況をしてレースを見ているんですけれども、あなたの滑り、あのセバシャンの滑りっていうのがすごく独特な滑りをしている。これやはりこの板とのマッチングという部分でかなり重要なところはあるんですか？He's a great guy and a fast guy, so I started with that, and then also I feel I tried to ski faster, and then that's just how it ended up. あのセバスチャン本当にすごく子供の頃からボディミラーのファンで、あの彼のように速くなりたいというように感じで、そのスタイルをすごく真似していたということもありますし。と、うん。はい。あ、なるほどね。そのやはり板マテリアル、やっぱりそういうところも気を使いながらあの滑りを作り上げていくんでしょうか。Yeah, we use a lot of time on it. We do a lot of testing and a lot of developing. And I have a really good collaboration with MDV, and it's always keep on going better. So yeah. あのですね、あのスキーのですね、開発とかそういうことの意見を言ったりとか、そういうことにもすごくあの関わらせてもらってまして、今とてもあのブランドとうまくやってる感じで、それが結果に出てるのかなと思います。今日の GS もそうだったんですが、ノルウェーチーム好調ですが、今日の GS をご覧になってどうでした？Yeah, it was a good result, but 4, 5 and 6 could be better, so hopefully we're gonna change that tomorrow. あの今日もすごくいい、あのチームメイトがすごくいい結果出しているので、明日はもっといい結果が出るといいなと思ってます。あなたの素晴らしいところは私安定感の滑りだと思うんですね。そこはどういったところからその安定感が出てくるんでしょう？ It's been really stable this year, so we used a lot of time after period season to look how to improve. So I did a lot of changes with skis, setup and boots, and it's been working so far. シーズン前からですね、いいトレーニングができているということと、はい、まあ、道具とすごくマッチングしているのが今のいいところにつながっているのかなと思います。正面から見てビブナンバーが見える滑りが大好きですって言ってください。ええ、いや、あ、ちょっと、シャッターチャンスです。ちょっと止まってくださいって。ファ、ありがとうございます。じゃあ明日へ最後あの意気込みを一言お願いできます。Yeah, I think the conditions can be difficult and challenging, but that's how it is to be an outdoor sport, and we just have to do the best out of it and make it a good race for all the spectators. あのコンディションとかすごく難しくなっているんですけども、やっぱスキーっていうのはやっぱりあのアウトドアのスポーツなので、あのいい結果が出るように頑張りたいと思います。明日楽しみにしています。ありがとうございました。大きな拍手を送りください。ありがとう。Thank you。私のステージ終わりなんですが、最後にご褒美もらっていいですか？写真撮っていいですか？ここから私の、あ、ちょっと自分の顔が写ってる。あれ、これどうすんだ？え、ちょっと待って、あ、待て、あれ、これどうすんの？これか？あ、来た。はい、最後あの私の老後の楽しみ撮ります。いいですか？ちょっと待って、まだ時間大丈夫？おととい書いたんですよ、僕これ。もう今、えらい騒ぎなんです。
さあ、4年前も撮らせていただきました。今度は中でなるべく後ろで撮ります。いきます。1枚目撮ります。2枚目、1、2の3、イエーイ。はい、あ、この後は皆さんライブもあります、ビブドローもあります。そして明日はコースで、さっきも言いましたけども、ゴール前の声援いいですか、忘れないでくださいね。世界に負けない、ヨーロッパに負けない声援で選手を迎えしたいと思います。皆さんこの後もお楽しみください。